はい、こんにちは。まゆまめ TV へようこそ。まゆねです。そしてこちらは肌育成のスペシャリスト川上愛子さんです。よろしくお願いします。エビデンスベースのですね、お話をしてくれるということなので、はいはい、今日はまあ2回目で、前の動画も1個、化粧水は意味ないって本当っていう動画を載せてるので、もしよかったら見てください。それで今日は私やっと保湿をするようになったんですけど、ある時ふとね、疑問に思うのは、たまには塗らない方がいいのかなみたいな、その肌断食した方がいいのかなって思ったりして、肌断食は必要か、どうなんですか？例えば顔に5種類も6種類も7種類も塗ってんだったら、1つか2つにするっていうのはいいと思うんだけど、全く何も塗らないはダメよ。ダメ。なんか肌って一回例えば洗いました、乾燥してます、そしたら徐々に自分の中から水分を出すような働きがあるから、だからね、たまに肌断食しなきゃいけないのかなと思いながら、毎日オールインワンゲルを塗って10秒ぐらいで終わってるんですけど、肌洗うと、まあ洗った時って正直本当に肌の中の油分とかも洗われてるわけよね、失われて。で、人間ってほら恒常性があるから、自分でまあ皮脂とか水分を出して肌の状態を元に戻そうとはするんだけど、約20分ぐらいで、結構乾燥が進むことが分かってるのよ。お、復活はするよ、復活はするんだけど、20分放置したらすんごい乾燥する状態になってるわけ。そっから皮脂とか出して戻す、徐々に戻すんだけど、年齢によってだんだん油は減ってくるわけよね、出せる量が。だからだったら乾燥させないで油分を補っておいた方がよくない？そしても別にその自分の恒常性は失われない、だって人間ってほら、まあ、自律神経とかでも汗とか出るけどさ、緊張しても汗出たりするけど、暑くなったら汗とか皮脂とか出るし、寒くなったら毛穴を締めるっていうのは人間のデフォルトじゃない？困んないから、変わらないんだ、だから無理に減らす必要はない。ただめっちゃ油ぎっとり塗る人は要は油が足りてたら油は出にくくなるから山ほど塗ってる人はちょっと1個減らしてって要はよく言う。あ、でちょっと様子見てみたらいいんじゃないみたいな。まあ洗った後1種類でいいしね、塗るもの。なんと全然1種類でいいよ、乳液だけとかクリームだけとか、全然いいと、いいと思う。合ってて、ある程度その蒸発を防げるものであれば。防げれば大体。じゃあ私のオールインワンゲル1個10秒的な肌の。油入ってんならね。それはちょっと、愛子さんの方の、まあ、それはまた後で。反対側のチャンネルで。化粧品成分、マヨネーさんが塗ってるものを見てみるので、成分読み上げてみるんで、ちょっと成分気になる人はそっちの動画をご覧ください。成分、そうか。そう。何も塗ればいいっていうものでもないんだけど、その人に必要な油分量のものを補えてるかっていうのが大事。ちなみに、あともう一個聞いていいですか？いいよ。肌のターンオーバー？はい。よくこう、お肌の7割ぐらいがコラーゲンみたいな、それに AGE って透過して老化するみたいな、それがなかなかそれはなくならないから大変なのよみたいな。どれぐらいなくならないんですか？どういうこと、どういうこと。もし食べ物とかめっちゃ気をつけて、生活も紫外線もアルコールもタバコも気をつけて、血糖値上げないでみたいな、低GI の食事にしてみたいな、透過しないようにして、まあそれしてもしなくてもとにかく1回できた AGE をなくなるのどれぐらい時間かかるんですか？なんないんじゃない？嘘でしょ？終わりじゃん！ちょっとずつは代謝していくけど、私たち、3分前より代謝は遅くなってるわけですよ。3分前より、ああ、なるほどね。怖い。もう深夜の話だな。そう、老化って1分1秒、細胞ってどんどんね、老化してくるから。生まれた瞬間に老化するっていうこと？よくさ、細胞が半年で生まれ変わるだからさ、なんかこう、いろいろあるじゃないですか、生まれ変わったって48歳は48歳だから。待って、じゃあ、どうしたらいいの？だってよくみんな勘違いしてるけど、48歳の細胞を活性化して10歳にはなる。48歳って愛子さんの話。私違う、40、今年7歳。何だったら48歳なんだったらカッコ出てたんだけど。じゃあ、肌のターンオーバーみたいな、あの言葉は何ですか？ターンオーバーは、肌って、ここの表面は細胞として死んでるわけじゃない。だから、まあ、大体45日ぐらいで、ペロって剥けてる。45日。なるほど。コラーゲンは？コラーゲンは抜けてこないよ、肌の奥の中に。で、今昔コラーゲンは意味ないっていう説もあったけど、意味なくない。そう、ペプチドで止まるから実際コラーゲンにちゃんとなるみたいな。だからただどこのコラーゲンになるかわかんないよ。
コラーゲンって体の中に何種類もあるんですよ。え、1型と3型で20、ね、いや、もっといっぱいあるから。あ、20なんかあるのね。そう、だからどれになるかは分かんないんじゃない、うん、なるほど。え、でもまあ1か3を多めに取ってれば 2だけを取ってる人よりは生きやすいですよね。一応そのコラーゲンって極端に増えれば増える害ももちろんあるんで、うん、え、マジ？それ、そう、だから体はあの必要量だけをコラーゲンにするから。おお、え、増えすぎたやつはどうなる？取りすぎたらどうなる？増えすぎると病気になります。え、コラーゲン、うん、え、でも来てるよ。ヒアルロンさんもそうよ、増えすぎると。例えば指先に極端に増えるとバチ爪っていう、こう指がこうグローブみたいな病気があるんですけど、うん、異常に増殖したらそれはもう病気になる。それは例えばボーンブロスのスープ飲んでます、コラーゲンの1型3型を規定量取ってますぐらいだったらまあ大丈夫さんって感じ。だってそれが吸収できてるかわからない。そもそもだからよっぽどよっぽどなことを極端に取らなければ多すぎは多分ないです。ないと思う。足りてないです、ね、あ、じゃあそれは OK、うん、それでじゃあコラーゲンは生まれ変わることはないと思った方がいいんですか？生まれ変わるってどういうこと？え、だからその AGE で老化したコラーゲンが徐々になくなって、いや、それも排出されていくから。あ、されてはいく、行くけど、うん、どんどん作ってたら排出してもしても追いつかないから溜まっていくじゃない。え、そのじゃあプラスの化学と引き算と足し算あるじゃないですか、うん、良くないものを取らない、うん、いいものを取る、うん、その引き算って結構意外と難しいと思うんだけど、うんうん、じゃあ引き算超頑張ってしたとして、だってあの食物の糖を全く抑えるってできないじゃないですか、うん、要は血糖値って全ての糖に関係するから、うんうんうん、だからなるべく血糖値を上げずに血液中の余分な糖を減らすっていうのは大事なんだけど、うんうん、腎臓とか肝臓の動きで食事を気をつけても血糖値高い人いるわけですよ。確かに。だから食事だけでコントロールはまず厳しいっていうのと、うん、あとなるべく作らないはできるけど、うんうん、絶対作らないは無理ですね、うん、ただ例えばさ、私今、うん、一応脱糖化チャレンジを目指してやってるんですけど、1ヶ月間、うん、だからさ、それ何にもやってない時はもうリンドールのチョコをあったらなんかもう1個か2個でやめるって決めてんのに何個も何個も食べちゃう生活をするわけだから、はい、それをやめたらさすがにそれちょっと変わるんじゃない？それをやめたらかなり変わると思う。あ、やっぱりやった、うん、それをやめた。でももうお腹空いてる段階でラーメン屋に行ったらもう、ね、それはダメだよ。それは分かる。それは分かってるともう多いと思う。そう、だからもう空腹の状態はあまり作らない方がいいと言われてるよね。あ、その血糖コントロール的にはね、うん、でもそうすると、うん、別な害もあるわけ。わかります。だらだら食べてる害、ね、そう。え、ちょっと待って。じゃあそれで、まあ、脱糖化チャレンジするじゃん。そのリンドール1日5個食べてた人が例えば1ヶ月2ヶ月じゃ無理よ。マジで？当たり前だよ。こう、人間は恒常性が勝つんだからさ。え、じゃあ愛子さんの主観でいいです、うん、とりあえず何ヶ月つけてから私変わったかもってなる。体質改善って人によるけどやっぱり半年から1年って言われるよね。というわけで今日の動画はありがとうございました。ありがとうございます。